はい、どうもタクタクです。ミサオ実況プレイやっていきたいと思います。もうすでにおまけ編みたいな感じになってますが、今回はですね、こっちに行くとトーマの墓がある、こっちに行くとクラタの墓があるっていう、そういう状態なんですけど、こっちのクラタの方今度行こうということでやっていくぜ。クラタの墓触れてみますか。行くよ。あれ自分の部屋、ここは、え、自分の部屋じゃないの、違うの。お、さあどうする。ここに、いや、セーブはしないと。クイックセーブで。パソコンの画面ついてる。はじめは満足だった。皆から愛されることに浮かれていた。だがある日突然虚しくなった。皆が愛しているのは僕じゃない、この仮面なんだ。あ、どういうことだ。マスクってこと、仮面。あそこにいるのは綾か。綾か、気づいてくれない。あ、倉田の気持ちか。つまり本当倉田先生って最高よね。ちょっとミステリアスなところあるけど、それがまた素敵。あやかいいな、あの先生が担任だもんね。ほんと羨ましいよね。はあ、倉田先生ほんと超美形。やっぱ顔だよね。そこらの男子よりずっと美形だもん。なるほど、これ傷ついてたわけだ。実はおまけに性格もすごくいいしね。なるほど、ここ聞けてなかったのか。そうそう、優しいし頼りになるし、顔だけじゃないよね、先生の魅力は。ほうほう、秋のことが見えていないようだ。うん、ああ、倉田先生のメアドゲットできないかな。秋のことが見えていないようだ。上に行けばいいのかな。お、くそ、どいつもこいつも、顔顔顔、バカ女どもめ。こんなの僕の顔じゃない。まさか整形か、まさか整形なのかお前。大塚美容なんちゃらかんちゃら。開かないわ。なるほど、これは倉田の日記か何かだったということ。あ、消えた。ここに何かあるのか。卒業アルバムを見つけた。覗いてみよう。お、やっぱ違うんだ。倉田、もしかしてこの人倉田先生。お、倉田てめえ何学校来てんだよ。倉田先生、てめえがいると教室の空気が汚れるんだよ。ゴミ虫は帰れ。ひれ、ひれな。倉田もかわいそうなやつだったんだな。ハンカチ落とした、拾ってあげた方がいいかな。やめておけばいいもの。あ、あの、え、なに、なんなの。ハンカチ落としたよ。嘘、やだ、倉田に触られた。え、汚い手で私のものに触んないでよ。ごめん、返すから。あんたが触ったものなんかいらないわよ、気持ち悪い。倉田てめえ、女子泣かしてんじゃねえぞ。最低、マジキモいし、学校来んなっての。かわいそうなやつだ。あ、でもなんか男の子、女の子、てん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 と。誰も僕を受け入れてくれない。倉田もあれな、思うとこがあったんだね。今の先生の格好、あ、ちょ、何か解放されたぞ。行くか、行くか、行くぜ。あ、わかる、なんかあるし。誰も僕を受け入れてくれない、もう逃がさない。
なんだ。お、諦めない。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。こっちか、こっちに行くのか。この中に入れそうだ。え、どういうこと？どういうことだ？何かが足りないってこと？何かが足りないんだ。え、もう開かない。え、どうすればいい？どうすればいい？え？入れそうなら入ろうよ。あ、あ、逃げなきゃダメなのか。動けたのね。どうした？どうしよう。もう少し待つ。おー、びっくりした。逃がさない。おー。マジか、どうすればいいんだ。じゃあ今度はこう来たら入りつつ入る。今度はもうすぐに出よう。行くぞ。出る。あ、いない。なんだこの時間差は。にゃーん、なんか赤いんだこれ。あれ、あ、回想か。回想シーン。どうしてみんな僕を拒絶するんだ。もう嫌だよ、もう。にゃーん。猫？怪我してる。ふにゃーん。すごく弱ってる。病院に連れて行かなくちゃ。おう、優しい。頑張るんだよ。絶対に助けてあげるからね。残念ですが、これはもう助からないですね。そんな。埋めちゃった。埋めてあげた。ごめんね。もっと早く見つけていたら助かったかもしれないのに。先生、よく優しいとこ。猫ちゃんのお墓だ。こっちに行ってみる。行けない。倉田を追いかけよう。にゃー。ああ、行っちゃった。誰も僕を受け入れてくれない、そう思ってた。でも彼女は違った。は？あ、ということだ。あれか、見てやつか。こんなジメジメしたとこで飯食べてんの？だっせー。でもさ、倉田にはぴったりの場所じゃない？あはは、言えてる。おい、なんとか言えよ。つまんねえやつ、行こうぜ。いんのか、こんなやつ、ほんとに。はぁ、あ。大丈夫？高野さん。あの人、倉田先生のクラスの教室にいた人だわ。隣、いいかな？ダメだったらいいの。ごめんね。うん、そんなことないよ。あ、そんなことないよ。いいの？うん。どうしよう。何を話せばいいんだ。高野さんも何も喋ってくれないし。高野さん、どうして僕に声かけたんだろう。あ、高野さんの手、綺麗だな。ねえ、いつもここでお昼食べてるの？え、あ、うん。そうなんだ。いいよね、ここ。静かで落ち着く。そうかな。うん。ごめんね。どうしたの、急に。倉田くんがからかわれてるとき、私、何にもできなくて。そんな。ねえ、明日も来ていい？え？これからはお昼一緒に食べようよ。え？そんな僕と一緒にいたらいじめられちゃうよ。そんなの全然気にしないよ。私もう逃げないって決めたから。今までずっと怖くて見て見ぬふりしてた。ずっと現実から目を背けてきた。でももうやめる。これからは私が倉田くんを守るよ。え？迷惑かな。いや、違う、その迷惑じゃないけど、でもだ、ダメだよ、やっぱり。
僕のせいで君がいじめられるようなことになったら、困るし、それに女の子に守ってもらうなんて、僕余計にからかわれちゃうよ。ごめん、そうだよね。あ、でも気持ちはすごく嬉しい。ごめんね、なんか変なこと言っちゃって。いや、そんな。でもね、倉田くんのこと助けたいって気持ちは変わらないから。困ったことがあったらいつでも私に言ってね。私どんなことでも倉田くんの力になるよ。高野さん、ありがとう。ねえ、私倉田くんのこともっと知りたいな。なんでそんな風に思ったんだろうね。初めてだったんだ、僕を受け入れてくれる人。すごく嬉しかった。そうきたか。やっぱね、こう倉田にも倉田なりの何かそういうエピソードがあると。不敬な。それから僕たちは毎日あの場所で会った。おしゃべりすることもなく、ただただ二人で時間が過ぎるのを待っていた。会話なんていらなかった。彼女といるだけで心が安らいだ。幸せだったんだ。あの雲、羊みたいな形してる。本当だ。かわいいね。うん。高野さん笑ってる。かわいいな。彼女の手が好きだった。彼女の声が好きだった。彼女の笑顔が好きだった。僕は彼女に恋したんだ。初めての恋だった。僕、高野さんが好きだ。そう、好きなんだ。彼女が好き。高野さん。ん？うわ。え、倉田くん、急にどうしたの？手離して。高野さん、好きだよ。え、ちょっと、だから好きなんだ。高野さんが好きだ。やだ。高野さん、気持ち悪い。あら。え、どうして？ごめんなさい。どうして君だけが僕を受け入れてくれると思っていたのに。どうして、なんで、どうして。本当にごめん。私そういうつもりで倉田くんに近づいたわけじゃないから。私はただ倉田くんがかわいそうだったから。ああ、これは傷つくわ。ごめん、なんでもない。もうここで会うのはやめにしようね。え？嫌だ。どうして、なんで、なぜ誰も僕を受け入れてくれないんだ。キャッ。どうして誰も僕を受け入れてくれない。倉田くん、やめて。どうして、誰か助けて。倉田、何をしたいな。うわあ。誰も僕を受け入れてくれない。誰も。重いな。君も僕のことを気持ち悪いと思ってるんだろう。まあでもね、少なからずそうだよね。お、なんだ今の。少なからずこう人には闇があるからな。まあでもね、みんな寂しいんだよ。投げ廊下だ。おお、音が大きくなってきた。なんだ、何かをこう潰すような、切るような、そういう音か。これはこれはあれで見たあれじゃないか。やめたまえ君。
どうして誰も僕を受け入れてくれないんだ。僕が何をしたって言うんだ先生。顔がいけないんだ。顔を変えれば変わると思った。確かに変わった。周囲の見る目が180度変わった。みんなが僕を歓迎ムードで迎えてくれた。初めてみんなに受け入れてもらえた。嬉しかった。でも気づいたんだ。みんなが歓迎してくれているのは僕じゃない、この顔だ。外見は変わっても中身が変わらないとみんなに受け入れられんと。まあ第一印象でね、良くても付き合っていくうちに最低な野郎だなとか、この人なんか違うなということに気づくと、やはりみんな離れていくと。そういうことを感じていたのか倉田は。誰も俺の中身なんか見ていない、見てくれていない。みんなして顔、顔、顔。作られた顔。こんなの僕じゃない。愛されているのは僕じゃない。この偽りの顔なんだ。僕は誰からも愛されていないんだ。そんなことないですよ、先生。みんな言ってましたよ、倉田先生のこと。優しくて頼りになる先生だって。みんなが。それに私知ってますよ、倉田先生。本当は優しい人なんですよね。ただ少し不器用なだけ。そんな倉田先生が私は好きですよ。う。先生、もう悲しまなくていいんですよ。私もみんなも優しい先生のことが大好きなんですから。うっ、う。うわぁ。戻った。倉田は猫に生まれ変わったってことかな。安らかな顔で眠っている。猫ちゃん、最後は先生に見取られて幸せだったんだね。あー、これで終わんないんだ。なるほど。これでこっちのエンディングに行くと、また少しエンディングが変わるのかな。じゃあちょっとここはカットしていこうか。いきます、カット。はい、というわけでカットしたんですが、エンディングは特に変わりませんでした。一応タイトルに戻ってみようか。倉田を、まあ、成仏させた後で変えてもちょっと変わらなかったということで、これでミサオの一通りのエンディングと、あとリフレッシュルームは終わりました。まああとはあれですね、まあ初めからを選択すると男性の性別は選べるようになるんですね。お、これだ。まあ、これで、まあ、やるかやらないかというのはちょっと今現在まだ考えていません。というわけでですね、これでミサオ実況プレイは一旦終わりたいと思います。また何かリクエスト、あとは時間があれば男性編の2週目ですね、できればいいなと思っています。はい。というわけで、長らくご視聴いただきありがとうございました。また次回作をお楽しみに。では、また。